こなたは人の子として生まれてきたのではない。人の恨みを果たし、恨みに準ずる修羅の子としてこの世に生を受けたのだ。その大義、片時も忘れてはならん。よく見てごらん、私の顔。お前たちがなぶり物にしたその女にどこか似ていると思わないか？生まれ落ちる前に因果ということもございます。てめえは一体白雪姫。